方ちょっとプーさん意識してるよね。白だったらあんまり白は履かないですよ。マジで今日無理だと思う。マジで警察とかに電話するよ。あれのもめっちゃかっこいい。そうあれかっこいい。あれなんか印象残ってる。懐かしいね。ここは松脇、これで琉球逆転。小野寺のアタック、ナイス。ファウルもらった。エンドワン。この男が琉球に流れを引き寄せるのか。アルバのプッシュ、アルバのディフェンス。しかしオフェンスリバウンドからマジのセカンドチャンスポイント。マキがついてこれるからですね。そうです、僕らのトーンに合わせないでトーンセットできる。どんなトーンドライブやったんですか。すごいストーンのドライブ見てない見てないです。すみません、龍一さんと翼さんのやつ見てすげえなんかしんみりしてたんですけど、焼肉を見ました。羨ましいなと思って。いや、オケさんのこと相当いじってたわ。いじってないわ。いや、いじってたよ。やっぱりそのリハビリしてる時に皆さんがグルメとかやってるのを見て、なんで僕がそこにいないんだっていう、まあ、怒りとモチベーションが今日はあるので、十分に楽しませていただきたいなって思います。はい、よろしくお願いします。いい意味でその頃からこんな感じです。本当にもう落ち着いてて、ディフェンスうまくてシュートうまくて、このイメージのままっていう印象ですよね。マキーは普段のイメージとか全く分かんないですよ。その時センターみたいなやつだって、ジュニアオールスター埼玉で、はい、そのイメージ、それでめっちゃ飛ぶみたいな。外のポジションというよりは中のポジションで、で結構で一番セッターの埼玉っていうのが記憶です。だから松脇君が全体的に何に対してもあるし、結構ナチュラルに真面目になる。同級生の人もあるやつ、いや流れてるし。解消法。ああ、なるほどね。もう僕飯っす、本当に。これはでも我慢してるじゃん。だからその分こういう時に美味しいものをたくさん食べるのがチートデー。そうですね。なるほど。もうご飯です。ストレスありそうに見えなくないですか。いや、なんだかんだある。あるんですか。ある。解消してるとかそんなわかんないけど、外出かけることが多分俺ら子供いるか。子供だよ、やっぱ一番すごいよ。癒されるし、そんなこと忘れる。ストレスあっても一瞬で消える。勝てないじゃないですかね、このファンって言われたらね。僕らが飯とか外出かけるなんてもうちっぽけすぎて。うわっ、いたー。昼間よ、ちゃんと言ったらこの昼間よ。絶対食べる。
ちなみに食レポしてもらいましょう。まあ、これですか。マヨネーズ似合うな。すごいっしょ。もう一回言って。5本くらい欲しい。すいません、5本ください。じゃあ次、そして行こう。ワッキー、ワッキー。ワッキー行こう。ワッキー誰？まずワッキー。自分だけが知るチームメイトの魅力。チームメイトだけが知るっていうのはありますよ。それだったらあるけど、自分だけが知る。ある。それで聞かれたら分かんないですね。ないのみんな魅力的ですよ。まあ、意外な一面ってことですね。要するに橋本さんとかはすごいなんか一見クールな感じじゃないですか。だけど、なんですか、この人お茶目、お茶目なのかな。かわいい、かわいい、ちゃうな。ちょっと悪い。なんかね、なんかクールだけど、なんていうんですかね。一番難しいキャラみたいなしてる。難しいキャラしてますよね。俺何も言ってないよ。そう、まあ悪口キャラじゃないから。次行こう。おう。遠征先の楽しみ。これ僕あれっすね、なんか今年はちょっとコロナも落ち着いてきてみんなでご飯行くと出るじゃん。そうだね、かなり増えた。遠征先の方がそういうのめっちゃ楽しみです。みんなそうじゃない。俺もそれかな。でもね、みんなで行くよ。本当にみんなで行くよ。試合終わった後後泊が多いね。やっぱみんなでご飯行く嬉しくですよね。基本的に幹事は幹事みたいな計画が出るとマキなんで、店とか探すの。そういうの率先してやりたいタイプ。いつも気遣ってくれる。今までのバスケ人生で一番きつかった練習。練習メニュー。中学校の時に一番やばかったのはそのスリーランドですね。あれを先生に怒られて10往復までなかったですね。それが一番今まできつかったでしょう。中学1年生一番きつかったもんな。でも高校生とかさ、夏の練習きつくなかった。ラントレとかなかった。ありました。サーキットトレーニングみたいなのがあって、まあ、ランしたりとか腹筋したりとかリングジャンプとかいろいろあったな。夏にそれやれたのは結構きつかった。うわ、っていうか現状が嫌なのはブルガリアスカットですね。あ、腕わさびストレングスコーチのトレーニング結構唯一みんなが山場と捉える足のトレーニングあるんですけど、ね、いつも逃げようとしますよね。いつもバスって言うんですけどバスは効かないみたいな。マジできつかった。腕わさびさんすごくトレーニング好きじゃないですか。自分はめちゃくちゃ好調なんですよ。全然やらないですよ。このくせにね、僕らにはもうめちゃくちゃやらせてくれるんで。最近いつ下半身やったんですか。半年前です。上半身しかやってない。見せ筋ばっかやってた。見せ筋ばっかやった。のんびり、絶対のんびりだもん。せっかち。俺もせっかちだ。え、めっちゃせっかちだよ。今俺だって待ってない。うん。この並んでご飯食う。絶対無理。俺のビリーかな。ウェイトだって一番遅い。オノリーが俺の15分前ぐらい始めてるんだけど、俺が始めて俺の方が早く終わった。確かに。マイペースって言われるの。自分のペースだ。マイペースですな。気になんない。周りは別に。チームで一番マイペースだ。去年前だったら成さんとかマイペースって言ってたけど、ずば抜けたんだけど今で言うと、うん、そうだね。今日も別にゆっくりしてゆっくりしてっていうかおかしいけど、まあ大丈夫でしょう。難しくない？かっこいいじゃないですか。その2択だったらかっこいいじゃないですか。
然嬉しくない。なんて言われたら嬉しい。優しい地形。顔感度上げにしてますね。狙ってるな。俺そんな全く考えてないですから。いや結構ブリッコっすか。ああブリッコだね。インタビューの時もちょっと可愛い感じで喋ってるよな。俺後ろからブリッコって言ってるの気づいてないでしょ。ちょっと可愛い感じ。ゆっくり喋ってますよ。ちょっとプーさん意識してるよね。この感じもなんね。自分でプーさんなの。プーさん絶対ないし。次行きましょう。マキ。俺は無視っす。この前ね、選手の車にヤモリがいたらしいんですよ。そしたら、体育館入ってる時、うーって言ってたんですよ。どうした、どうした、どうしたと思って。うーって俺らしたら怖いじゃない、大丈夫じゃないか。どうした、どうした、どうした、なんかあったのか、どうしたの。ヤモリ、ヤモリって。もう、虫守りだし、特に沖縄ヤモリ多いじゃないですか。ちょっと、本当にその時はマジで。マジで。めっちゃ捕まえたいけど触れる？触れる、触れる、触れます？触れない、触れはしないけど、なんか家で一緒にそうなるじゃん。誰か取る？家で出るんすか？たまになんかいない？出てきたりとかして。マジっすか？そうなったら発表する？マジで発表する？無理だと思う、マジで。警察とかに電話する？本当にそのレベル。誰かに電話して警察も迷惑だ。いや、無理です、僕触れないんで。マジで無理かも。昨日ですね。昨日みんな昨日じゃないですか、ここはやっぱり。みんなじゃない、みんなめっちゃ持ってるっすか。いや、あなたがミニマリストのだけですか。ワッシュ、ロッカールームに15足ぐらいある。15はない。いや、そのレベルぐらいあるよ。僕に詰まってる。詰まります。毎回シューズ買えるんですか。来る人の真似するし。いや、あ、わしのせいにする。試合中場所がたりしてるよ。してた、前わしが意味ないな。で、あのレイアップ落とした時もさ、これ、グリップ良すぎてそれ履いてるんですよ。わしのせいです。これ悪いの。何よ、そんなの。まあ、これぐらいですか。白襟の時はこの色とか、紺の時はこれとか、金の時はこれとか、全然それ分かってないですね。いつも捕まれるんですよ、こいつに。結構みんなの判断するよね。判断する。じゃあこいつはマジおかしい。え、あれ教えてください。あの教科書通りに行くと、白色の時はどういう靴を履く。白だったら何色の周り。白だったらあんまり白は履かない。白はなし。あんま履かない。俺は履くわ。そのタイツ履いてた。タイツ履いてた。そういうことだ。タイツ履いてたら黒は履く。ああ。で、白だったらまだいい。え、でも高校生の時なかった。なんか白ドックスとさ、白バッシュ履いてるやつ、うまいみたいな。それはあったんですね。高校の時とか白白が良かったね。白白だったんでしょ。俺めっちゃ白白だったから。イメージあるんですよ。ネイビーの時はだからその白か、そのゴールドとか、その地形の色。青い。黒とかはない。あー、ネイビー今日はそういうことだ。同じような感じだからね。ここに黒はない。あー。だから黒ユニフォーム黒とかは多分いいですよね。そう。タイツ履いてない人からしたらなんか合わない。こいつタイツがおかしいから。タイツがおかしいから。聞いてないですか。こいつ気になったんですよ。こいつ七分履いてる時って七分じゃない時あるじゃないですか。あるね。それ何って聞いたら、取り出したのがそれだったなって。もう帰ってきて。そうだね。え、なんで。しかも試合中、あの入場するからね、マーキーが呼ばれた後ね、突然なんかこれ出るからね。何そのタイツなんで今日そんなの。あの場面で聞かれて試合前の。めっちゃ気になったから。じゃあ取り出したから。取り出したのがこれだったら。マジでそういうとここだわってないですよ。こだわりないんだ。もう全然こだわりないです。だから変なやつだなこいつ。いやー。僕
かディフェンスでは。ディフェンスじゃないですか。全然話が。みんな一緒だったらあんま良くない。俺面白い話があって、ね、トップぐらいにマッツーがディフェンスついてる相手いて、その人がボール持ってて、で俺コーナーのディフェンスついてたんだ。マッツーが思いっきり抜くんだった。そしたらマッツーが、あー俺のまで聞こえてめちゃくちゃ笑ってしまった。試合中だ。試合中、うん、3円戦からトップに抜かれて、ラメな選手に抜かれて、うわーこいつふざけてるんですよ、試合中マジでふざけてる。でもやっぱね、この二人はディフェンスのイメージが強いですよね。どっちだったの今日？あとはオフェンスですかね。オフェンスで何かこううまく試したこととか成功した時の方が僕は嬉しかったし、キングスのファンの皆さんディフェンスで湧いてくれるってなかなかないじゃないですか。なかなかないよね。アウェイとか行ってもそんな場面ってないじゃないですか。それは一つのやりがいになりますよ。気持ちいいよ。気持ちいい、マジで気持ちいい。でもさ、わかる、どう反応していいかわかんないじゃん。わかる。こんなやるあれじゃない。だから、ちょっとすかすもんね。もう普通ですよ。でも、主にさ、キャラのファイナルでさ、前でさ、テールズ誰かをミスさしてさ、うわーみたいな、めっちゃかっこよかった、あれ。わかる、それ。あれ、結構リプレイ流れてくるよ。あれ、ああいうのも、あれめっちゃかっこいい。そう、あれかっこいい。あれ、なんか、印象残ってる。難しい。でも、ディフェンスでそれをできるっていうのが、キングスの良さでもあると思いますよね。ファンの皆さんの、そういうことじゃなくて、しっかり湧いてくれるっていう。いや、しゃったんじゃないですか、今のは。なんか毎回オチがちょっと決まんないんだよな。キングスブースターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。僕たち試合は終盤に入り、CS ファイナルに向けてチームのケミストリーを上げていきたいと思っています。僕自身やチームに一つの貢献できるようやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。皆さんこんばんは。イタリアゴキングス楽しんでくれましたか？これからレギュラーシーズンも終盤に向けてすごい大事な時期になってくるので、これからもっと皆さんの声援だったり、応援がすごい大事になってくると思いますし、僕らも必要としているので、これからもよろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。小野寺さんと松脇君と楽しくご飯食べることができました。レギュラーシーズンも終盤ということで、僕たちも、ね、徐々にこう疲れてきちゃったりしてるんで、そんな時に皆さんの声援は本当に力になりますし、これ食べ物がやっぱ元気してくれることもあると思います。皆さんも、ね、疲れた時はぜひこのチャオチャオ美味しいので来ていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。考えよう。それも含まれてるぞ。含まれてる。お前を。ああ、お腹いっぱいになりました。どうよね。またグルメのイチャリゴキングスの取材依頼待っておりますので、皆さんよろしくお願いします。ちょっと好感度が上がってきたな。